こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回はライトのレビューなんですが、ちょっとユニークなライトなんですよ。で、私小さくて高性能なものって凝縮感あって好きなんですけど、これがまさにそれなんですよね。トゥーワイルドから出ている CL500、 これ非常にちっちゃいライトなんですよ。それでも500ルーメンあるっていうことで、でかくて明るくてっていうことを追うんではなくて、このぐらいコンパクトで小型軽量っていうのは実はロードバイクユーザーにも一定のニーズがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ということで今回はこの CL500 を開封して夜間の見え方とかも例によってご紹介していきます。と同時にこちらのマウントがちょっとユニークでして、これがですね、要はフロントフォークの前にくっつけることができるっていう、そういうマウントなんですよね。愛車1号が小径折りたたみ自転車なんですけれども、この小径折りたたみ自転車にこのマウントを利用してこちらの CL500 を取り付けてみたいなということで、今回は私の一般的レビューのパターンに加えて、こちらを利用した小径車へのマウントの実際っていうのもご紹介していきたいと思います。それでは始めましょう。はい、こちらが CL500 のパッケージなんです。私の手のひらと比べていただけると分かると思うんですけど、ちっちゃいんですよ。はい、いや、やはり小さくて軽いっていう商品のデザインというのも改めてありだなっていうふうに思いました。で、パッケージを眺めてみると、インテリジェント機能、あとタイプ C でチャージができる、500ルーメンの高機動モードを持っている、で防原設計の配光であって防水設計にもなっているということですね。で、後ろ側にはランタイムが書いてあります。500ルーメンで 1.5 時間、200ルーメンで3時間20分、100ルーメンで6時間30分ということですね。ですから最高輝度の500ルーメンですと 1.5 時間なので、通勤通学の場合行き帰りが1時間で、帰りが夜の場合には500ルーメン大丈夫ですよね。で、200ルーメンにすると3時間20分ランタイムが持ちますから、およそ3時間暗い夜道を走ることができます。で、連続点灯モードはハイ、ミッド、ローとありますけれども、各モードでの見え方っていうのも例によって定点観測コースでご紹介していきます。それでは開けていきたいと思います。このちっちゃいパッケージに入っているんですけど、入り方が、はあ、面白いですね。こういう風に入ってるんですよ。はい、いやー、ちっちゃい、ちっちゃいですよね。うん、で軽いと思います。測ってみましょう。はい、で本体の重量が 95g、それで標準マウントですね、これを加えると 118g ってことになります。はい、非常に軽いです。それで利用方法なんですけれども、非常にシンプルで分かりやすい一般的な方法です。長押しで電源が入ります。それで1回ポンと押すごとに光量が変わっていくわけですね。で、これがハイ、でこれがロー、これがミッド、これがハイですね。で、ダブルクリックしますと点滅モードに移行します。点滅モードは2パターンあって、これがナイトフラッシングですね、割とマイルドにボワボワボワと点滅するもので、1回ポンと押しますと、これがデイフラッシングといいまして、どちらかというとメリハリのついた点滅ですね。これは昼間の視認性を高めるのに良さそうです。このモードだと8時間ですね。で、このナイトフラッシングだと7時間ということで、十分なランタイムを持ってます。で、ここで電源をオフにしまして、で、もう一回電源を入れると同じモードで光ってくれる、つまりまあモードを記憶してくれるってことになります。で、いつもやってるんですけど、充電中に光るかどうかって話なんですけど、ちょっとやってみましょうか。で、充電ケーブルタイプ C を入れます。で、これでインジケーターが赤くなって充電モードになったんですけれども、光ってますね。で、ダブルクリックして連続点灯モードでもちゃんと充電中で光っておりますということなので、外部バッテリーを利用しながらランタイムを延長しながら利用し続けることができそうです。で、次にフロントフォーク用のマウンター、 AS60 というマウンターなんですけれども、これの紹介をしてみましょう。内容物はこういう本体が1つ、それとアクセサリーとしてはいろいろ小物が入ってまして、で開けてみるとこんな感じですね。4ミリのレンチが1つ、3ミリのレンチが1つ、あと GoPro 規格のネジですね、ここに取り付けるネジだと思うんですけれども、手で締めるためのネジが1つで、六角レンチで締めるためのボルトが添付されています。で、さらに同規格のボルトがもう1個付いてますね。これは親切かもしれませんね。
で次にこちら、これですけれどもキャリパーブレーキがもともとついている場合にはそれに共締めができるんですけれども、例えば V ブレーキとかディスクブレーキで穴だけが開いててボルトがない場合、これを使うんだというふうに思います。でこちらに関してはちょっとわかんないですね。おそらくなんかフロントフォークに通すようなこういう長いところじゃなくて、ある種薄いところに取り付けたい場合、これを使って取り付けるってことになるんだというふうに思いますね。取り付ける方式についてはいろいろ頭を使ってさまざまなバリエーションで付けられるような気がします。それでは私の愛車1号さん小径折りたたみ自転車にこれを使ってライトをつけてみましょう。それでは実車を観察して作業方針固めましょう。でこちらがフロントフォークなんですけれども、すでにリフレクターの台座がついてまして、でこの台座はアルミなんですね。アルミで1枚板なんでちょっと柔らかいです。ですからこれを取り付けるにあたって短いこちらのビスでこういうふうに取り付けるっていうのもあるにあるんですけども、このアルミのステーが柔らかいのでライトが揺れてしまう可能性があるんですね。せっかくこちらのステーはがっちりしているので、このステーを直付けしたいなというふうに思います。どういうふうにやるかっていうと、一旦こちらのボルト緩めてキャリパーブレーキ取り外して、ここの間にこれを仕込むんですね。その方針でいきたいと思います。このアーチがありますんで、願わくばこのキャリパーブレーキを避けてくれるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですけど、まあちょっとこれはやってみないと分かんないので早速やってみたいと思います。それではキャリパーブレーキ取り外しましょう。はい、取れました。はい、取れました。でこれを取り外すわけですね。でちょっと軸がちょっと汚れてますんで、ちょっとクリーニングします。はい、綺麗になりました。それでこれを取り付けたいんですけれども、見ていただくとこちらの取り付け部分に R があるんですよね。つまりこう湾曲しているので、このワッシャーいらないと思うんですよね。このワッシャー使わずに直接つけてしまいます。さあどうですかね。これを入れて、あ、うまく逃げてくれそうですね。あ、いいんじゃないですかね。はい、それでワッシャーつけて、でボルトをでナットを入れる、でナットを締めます。あ、いいですね。がっちりつきましたよ本当に。でブレーキにも干渉しないかな。大丈夫ですね。はい、これで台座がつきました。ガーミン互換のマウントですので、テンプの吊り下げ用マウントですね。吊り下げ用マウントを上に向けてつけてあげる。それでネジを締めます。これでいいかな。はい、なんかいい感じにつきましたよ。それでライトを取り付けてあげると、なんかこれって完成車にそのまま設計されてつけたぐらいな感じのすっきり感でデザインよくつきましたね。いいんじゃないですかこれ。じゃあちょっと前から見てください。いかがですかこれ。おしゃれだな、なんか。いやちょっとこれ1号さんこうだいぶ喜んでるじゃないですかね。ということで1号に非常にすっきりとつきました。これはもう1号の常用ライトに決まりかななんていうふうに思いますね。これはこれということで、この CL500 の廃光特性だとか夜の見え方をいつも通り近所の公園で撮影してご紹介したいと思います。はい、いつも私がライトのレビューしている近所の公園にやってきました。まずは廃光を見てみましょう。電源入れました。はい、こんな感じですね。割と上部がカットされていて、でおぼろげに上の方にも光が入るんですね。だからまあ言ってみれば遠くの道路標識とかも映るんじゃないでしょうかね。
ただ上の方向への光って鋭くカットされているようではなさそうなので、まあおそらくそれなりに眩しさっていうのは残るかもしれませんね。はい。とはいえども MAX500 ルーメンのライトなので、そんなに対向車だとか向かってくる人から見て眩しいって感じにはならないような気がします。ではこのライトを前の方から見てどんなぐらいに見えるのかっていうのをこれからやってみたいと思います。それでは前から見た眩しさの度合いを見ていきましょう。で、今私は自転車の前方約10メートルぐらいのところに立ってます。で、カメラは目の高さですね、ほとんど。で、CL500 の後軸ですけれども、まあ自分がある程度見たいなっていうところを中心に照らすような形にして後軸を定めてます。だいたいそうですね、7メートル先ぐらいが明るく見えるような感じでしょうか。それでモードはミッドモードですね。で、私が見る限りこの状態でもそれなりにライトは眩しく光ってるなっていうのはわかりますね。で、ちょっとしゃがんでみましょうか。しゃがんでみて、で、今だいたい地上から80センチぐらいのところなんですけど、まあ確かに眩しさの度合いは増したなという感じはしますけれども、あまりこうくっきりはっきり違いがわかるって感じじゃないですね。やはり上方向のカットの度合いっていうのはどちらかというとそんなにシャープじゃなくてマイルドな感じがします。それではこれから暗いところに行って照射状況を見ていきます。いつも使っている街灯が少なくて割と暗めのところに来てみました。カメラの露出はなるべく人間の目に合わせるぐらいの感じにしてるんですけども、まずローモードで発光させてみます。はい、これがローモードですね。今手前に光軸が来てるのでもうちょい見やすくなるかもしれませんね。はい、これがローモードの見え方です。で、次にミッドモード行きましょう。これがミッドモードですね。はい、200ルーメンだったかな。で、最後ハイモード500ルーメン行ってみます。これが500ルーメンです。500ルーメンだと相当明るくて見やすいですね。はい。で、点滅モードもやってみますね。点滅モードにしてみますと、これが夜間点滅ですね。パルス的な点滅で、これが昼間用の点滅ですね。で、これで夜を走ることはできないと思います。もう一回ダブルクリックすると連続光に戻るということですね。では、いつもの周回道路をローモードの100ルーメンから順に照らしながら走っていきましょう。はい、周回道路やってきました。ローモード確か100ルーメンだと思いますけど、100ルーメンで今走っています。で、まあ、100ルーメンだとそうですね、そんなにビュンビュン飛ばしたいとは思わないですね。で、今15キロぐらいなんですけども、15キロぐらいがいい感じかななんて思いますね。はい、要はまあ街灯とかがあればそれなりにスピードが出ますが、このライトだけが頼りの時ってローモードはちょっと辛いですね。で、これからまた明かりが少なくなりますけども、今度はミッドモード200ルーメン行ってみます。はい、200ルーメンにするとそれなりにこう安心感が増すって感じですね。うん、これぐらいだったらまあそんなにこうスピードを追い求めないような通勤通学の時っていうんだったら、このミッドモードっていいんじゃないかななんて思いますね。うん、ではさらに暗くなってきますので、ここで500ルーメンのハイモードにしてみます。はい、これがハイモードですね。これだったらまあ本当に普通のハイパフォーマンスのフロントライトと遜色のない明るさを発揮してくれますね。うん、で、このライトは配光がちょっと広めなので、なんかこうこういった狭めのサイクリングロードではもったいないぐらい広がりがありますね。もうちょっと絞ってくれるとさらにこう光の使い道がいいのかなっていう気がしますけれども、まあ広めの道で暗い道っていうのを走るにはいいのかもしれませんね。うん、まあ、500ルーメンあればこれだったら20キロぐらいはまあ余裕で出せますね。30キロは厳しいかもしれませんね、これだと。
で、ここから相当暗くなりますんで、今ハイモードなんですが、ローモードにしてみるとこんな感じですね。で、今25キロですけれども、25キロはちょっと厳しいなって感じですね。で、ミッドモードにするとこんな感じ。うん、まあミッドモードでも25キロは厳しい、20キロぐらいかもしれませんね。安心して快適に走れるスピード域っていうのは。で、ハイモードにしますとこのぐらいで、ハイモードにすると25キロ、まあ場合によっては30キロで走れるかもしれないなっていう感じはします。で、説明ちょっとできてなかったんですけども、この CL500 にはリモコンが別売りであってですね、汎用ワイヤレスリモコンを組み合わせることができます。で、そのリモコンを使うと一時的にハイパワーにするとかっていうのもできますから、まあそういったものを、そういったリモコンを併用するっていうのも一つあるかもしれません。普段こういうふうに暗めに設定してて、なんか先が見えない、怪しいっていう時は、リモコンのボタンで一時的に明るくすると。そんな使い方もいい使い方かもしれませんね。まあこの CL500 というのは、夜の真っ暗な道をハイスピードでクルージングするっていう用途じゃなくて、通勤通学とかそういった用途に適合するライトじゃないかなとか思うんですよね。何せちっちゃくて軽いので持ち運ぶのに負担にならないし、まあ、ある種そういった短時間走るだけっていうロードバイクのユーザーにとっては軽量化にもなるっていう、そういう魅力も持ってると思います。で、真っ暗な道じゃなくて、こういう風に街灯があるようなところだったら、別にそのこのライトがメインで照らしてくれなくてもいいわけで、ポジションランプとして前方からの注意喚起を引きつければいいっていうことになりますんで、まあなおのことこのライトの存在意義っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。以上、いつもの近くの公園を走りながら、夜間走行時の照射性能や見え方、インプレをお届けしました。はい、いかがだったでしょうか。今回はトゥーワイルドの CL500 をご紹介しました。非常にコンパクトで凝縮感があって、なんか精密なものを持っているっていう感じの、所有欲も満たすような商品だと思います。当然大きなライトとは違いがあって、ランタイムだったり最大光量に違いはあるんですけれども、夜間走行の時間が 1,2 時間程度の場合、それに真っ暗ではなくて街灯があるような道を走行するような場合っていうのは、この CL500 は十分な性能を持っていると思います。で、その結果こんなちっちゃくて軽くてっていう形のライトで済むっていうことなんで、私はこの位置づけっていうのはすごくいいなというふうに思いました。ところで1点だけ補足説明をしたいと思ってます。このライトって通常のトゥーワイルドのライトの形をそのまま短くしたような形になっていて、ブラケットがこう下の方についているわけなんですね。ところがメーカーご担当者の話によると、吊り下げ対応してないということなんですよ。で、なぜかっていうと、こちらのブラケットを反対側に付け替えると、このボタンが隠れてしまうと。で、いつも付け替えにはこういうふうな吊り下げ用のブラケットを使ってこういう風に取り付けるわけなんですけれども、そもそもこの台座部分がボタンを隠してしまうらしいんですよ。ですから残念ながら吊り下げ対応にはならなくて、上からボタンが見えるような形で使うっていうことになるということなんですね。ということで補足をしておきます。以上、トゥーワイルドの CL500 のレビューでした。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。